か。最後まで楽しんで聴いてくださいね。マルーン5でサンデーモーニング通り、我々ヘナチョコというバンドです。よろしくお願いいたします。早いものでね、もう1年ぐらい活動、1年半ぐらいですかね、活動してまして、で、まあ、結構ライブでさせていただいて、まあ、今度もちょっと結構大事なライブに出させていただくんですけど、ちょっと詳細をどこかにメモったんですけど、ちょっと忘れちゃって、どこだっけな、どっかに書いてないかな。これ、上間なの。いや、違う。最初、お手紙があってさ、ファンが酔っ払った人に言って。ちょっと僕が書きました。お前が書いた。はい、ということで、2024、ちょっとあの、ま、真ん中に来たら、ね。はい、8月3日、龍熊が如く、はい、こちらの、ね、QR からあの予約お願いします。はい、はいはい、失礼しました。はい、というわけで、我々こんな感じでちょっと聞きなじみのあるような曲を、まあ、少し変わったアレンジで歌ってるバンドでございます。で、まあ、続いて2曲目、最後の曲になります。じゃあね、もう時間も時間なんで行っちゃいましょうか。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、それでは最後にお送りする曲は、まあ、皆さんがね、小さなスペシャル感じられますようにということで、毎日がスペシャルという曲をお送りいたします。あ、竹内まりやさんの曲です。はい、お願いします。毎日がスペシャル、毎日がスペシャル、
じゃなくても重要にじゃなくてもね。ありがとうございました。